サポート付き貸し農園ならシェア畑。シェア畑サイエンアドバイザーの斉藤です。今日は11月までオクラを取ろう、オクラを長く収穫するために大切なポイントについてご紹介していきます。オクラは夏場にその暑さに非常に強く、うまくいけば長く収穫が楽しめる野菜です。関東地方など気温の秋の低下が穏やかであれば11月ぐらいまでは収穫が狙えます。うまくいけばぐんぐんと背丈が伸びて2メーター以上の高い背丈になっていきます。そうするとオクラも次々に収穫できて1株あたりの収穫量も多くなっていきます。今回はそのオクラをたくさん収穫するためのテクニックについてご紹介していきます。それでは行ってみましょう。こちらは非常に大きくなっているオクラです。背丈はすでに1メーターを超えて1メートル20センチぐらいはあると思います。こちらをご覧ください。オクラの花も鮮やかに次々と咲いてきています。こちらにもつぼみができてすぐ花が咲くと思います。こちらにオクラの実ができていますが、こちらもどんどんと収穫ができる状態です。特にうまく育っているオクラというのはこのように一つの穴から出ている4本5本の茎がとてもよく揃っていて、まっすぐと上の方にしっかりと伸びていっています。か細かったり逆に太すぎる場合は肥料過多などの症状も疑われます。このように間引きをしてしまったオクラを見てみましょう。1本の茎が非常に太いのですが、生育が肥料過多のような症状になってしまい、なかなか背丈が伸びづらくなってしまいます。ですので初期の段階、種まきした後間引きは極力行わず、もし発芽しない時は巻き直しなどをして、なるべく揃って4本5本とまとまって育てるようにしましょう。こちらのオクラは非常に分かりやすいと思います。このように間引きをしたり1本だけ大きく育ててしまったりすると、葉がこのように肥料過多になり大きく広く展開してしまいます。その分背丈が伸びず、なかなか花が咲いてこないので実のつきも良くありません。葉っぱや茎の成長ばかりに栄養が使われている可能性があります。来年栽培を始めるときはここの点は非常に注意が必要です。それでは11月まで長く収穫するための一つ目のポイント、綿の名画やアブラムシに要注意です。アブラムシはその発生が夏の暑い時期は一時的に減ってきますが、この時期になると綿の名画などの蛾の幼虫による被害が増えてきます。8月下旬になってくると暑さもだいぶ落ち着いてくるので、暑い時期には見られなくなっていたアブラムシがまた再びその数が増えてくる可能性があります。そういった場合注意が必要なのは、葉の養分を吸われたり、また綿の名画などの蛾の幼虫に食害されて光合成量が減ってしまうことです。気温がどんどん落ち着いていき、また日照時間も短くなっていきます。葉っぱの枚数が減ったり光合成量が減ることで、だんだんとオクラの成長が悪くなったり、花や実のつき方が少なくなったり遅れてしまうことがあります。なるべくこの涼しくなってきた時期からは害虫の撃退にも注意をしてください。特に葉の裏にはアブラムシが多く出てきます。またこの花や実がつく新芽の部分にもアブラムシが多くつくので注意して観察しましょう。実に直接被害を与えるものはカメムシです。せっかく大きくなってきた実に針を刺して養分を吸ってしまいます。そこからだんだんと実が黒くなり食べられなくなってしまうので、カメムシなども見つけたらすぐに撃退するようにしましょう。2つ目の作業がオクラの葉かき作業です。このオクラはあまり手入れが進んでいませんが、収穫が終わったらその実の下の葉は全て取ってしまいましょう。では取っていきます。これをすることによって光合成が上の方で盛んに行われて、どんどんと養分や水分が実の方で使われて実が大きくなっていきます。下に葉を残しておくとあまり意味がありません。また下の葉がたくさんあることで混み合って通気性が悪く、病害虫の影響もありますし、風の抵抗も受けやすくなってしまいます。続いて11月まで収穫するための作業です。この作業は特に早めに準備をしておいていただきたいのですが、台風や強風対策です。特にオクラの背丈が高くなってくると風にあおられやすくなり倒れやすくなってしまいます。
台風の時はもちろんですが、最近はゲリラ豪雨のタイミングで強風が吹くことがあります。確実にオクラを倒れないように守ってあげるために補強をしておきましょう。このようにまずオクラの畝の周りに支柱を立てていきます。広く株数を多く育てている方はもう少し支柱の数は多く必要になります。それでこのように麻紐などでこの支柱を囲んでいきましょう。葉っぱや茎を紐と支柱の内側になるようにして周りを紐で囲っていってあげます。だいたい下から 2-30cm ぐらいの間隔で紐を張ってあげるとオクラが安定すると思います。このように支柱の周りを留めてしっかりと結んであげてください。最後は追肥作業です。追肥作業は最初の花が咲き始めてから定期的に月1回程度行っていきましょう。11月まで収穫を進めるためには肥料切れを起こさないためにこまめにこの追肥作業を行ってください。やはり注意点としてはこの追肥をやりすぎないようにすることです。樹勢や実のつき方などを観察しながら追肥作業は継続して行ってください。それでは実際やっていきましょう。葉が大きくなればその分株元から離れた位置に追肥をしてください。1株あたりだいたい 20cc ぐらいの鶏粉を入れれば十分だと思います。ぜひやってみてください。株がかなり大きくなってきた場合はこういった畝の裾の部分に少し鶏粉を混ぜ込んであげましょう。やってみてください。また乾燥が続くようでしたら水も追肥のタイミングで株元や通路に与えるようにしてください。今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。